誰の息もかかっていない相手であることは調査済みだろ。同じ地で生まれた青年だ。幼少期は女王に石を投げつけていたらしい。かまってほしかったようだ。孤児院を手伝っていたのも罪悪感からだと。何年も顔を伏せたまま下働きを務める彼に気づいたのは女王の方からだった。なれそめなんてどうでもいい。問題は女王がなぜ今身勝手な行為に及んだのかだ。誰かが助言したんだ。妊娠しちまえば巨人にされずに済むと。家で何違いない。あの女は一番イカれていて頭が切れる危険な奴だからな。女王が妊娠してジークは命拾いしたんだぞ。おい、飲みすぎだ、ログ。今ならまだ間に合う。身をもだろうと巨人にしちまえば。お腹の子は死ぬだろうな。何より女王の身に何かあればおしまいだ。ただでさえ出産は命の危険が伴うというのに。その正論でこの国は滅ぶかもな。おい、もう一本持ってこい、マネージ。かしこまりました。